どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク、今月のリインボークフェスにクインクスからウリエクキ、やっと登場しましたね。知らずからかなり時間が空いたんですが、ウリエの登場ということで、これからムツキサイコと、まあ、どんどんね、出ていってほしいところではあります。カグネ出したウリエですね。ではキャラの詳細の方見ていきましょう。功績を追い求めし者ウリエクキ、こいつですね、日が変わった時に V ジャンプの公式チャンネルの方で詳細は出てたんですけども、全キャラクター中トップクラスの火力の持ち主ということで、攻撃力1350、かなり高い数値となっています。武器耐久値8、まあ普通、アタックポイント9で、防御力850の HP が1500ですね。アビリティの方が5突したときにグルキラー S プラス、グルキラートリプル S マイナス持ってるハイセイいるんですけど、こいつもまあ火力を誇るんだったらトリプル S マイナスまで行ってほしかった感はあるが、まあかなり火力が出るキャラなのでそこまでいらないのかな。いやでも俺は追い求めてほしかった感が、まあ、あるっちゃある。で、攻撃力アップ WS マイナス600アップで、防御力も300アップで、 HP が3000アップで、はい、出ましたブレイクバースト S プラスで 1.5 倍、これも 1.8 倍欲しかった。なんであれなんだろうな、 S で止めちゃったんだろう。 1.8 倍までいってもいいような気もするんですが、でつなぎプレーンですね。最初はカグネ出してない状態で覚醒してカグネを出すようです。出し惜しみをする必要はないレベル5、敵全員に攻撃力2倍のダメージを与え武器耐久値マイナス5、これ武器耐久値マイナス5も前衛かな。で、覚醒カグネ出すときに5ターンの間覚醒状態 1.5 倍にし、攻撃力 1.5 倍にし、スキルゲージ量が2倍で、カグネ出した後の攻撃スキルが自身のすべての状態異常を直して、敵単体に攻撃力8倍見たことない倍率 の数字が出てきたんだが、8枚ダメージを与え武器耐久値マイナス10、まあこれあれなんでね、10連ダメージとかじゃないんで、まあ、単発のダメージなんで、まあ、一発がかなりでかいロマン砲、ロマン砲キャラということです。まあ、どれだけ出るのかちょっと分かんない、計算機ポチポチ叩いた人ちょっとコメント欄で教えてほしいんですけど、8倍のダメージちょっとどんだけ出るんかちょっと見たいな。で、まあ、5突する必要はないのかなとは思ったんだけど、最大火力を出そうと思えば、こいつを発動させたいから、1.5 倍を発動させたいんで、まあ、5突はしたいところではあるが、結構遠いよね、道のりがね。あれだよね、カグネ、このカグネダス系キャラってね、5突する必要は、まあ、ないことはないけど、あれだよね、そんなレベルがないからさ。レベル R のカグネ出す前の時のスキルだし、合ってるよね。ちょっと間違ってたら申し訳ないんだが。ちょっと定型割合の方見ていこうか。10連、まあ、いつも通りなら3ステップ10連で1個 SSR 確定でしょ。この3で売り上げが 0.3% で、フェス券が 1.5%。で、5回目でフェス券確定で売り上げが 6%、それ以外が。まあ、今回の、インボーフェス、今までのフェス券、オールとか、前回オール入ってなかったんだけど、が入ってるんで、かなり美味しい、狙いどころなのではないかなと思います。まあ、オール引けなかった方もね、まあ、オール入ってるんで、ぜひとも引いていただきたい。スペシャルなインボーフェス、特別なインボーフェスとか言われてたんでね、かなり美味しいんじゃないかなと。で、売り絵がですね、また今回確定じゃないんですね。50%、もう僕 50% 外す男なんで、まあ、今回ちょっと引かないでおくんですけど、今回10連だけで、収めておきたいと思います。まあ、こいつかなりオーバーキル簡単にできるキャラだと思うんでね、オーバーキルできないよって方はこいつ引いて、ぜひとも5突させてください。はい、ということで、じゃあ10回いきましょう。30個で引けるの美味しいよね。今画像の、ダウンロードが入ったと思うんですけど、あれそういうことなのかな、ガチャ引くときこれ一括ダウンロードしてないんですよ。なんかそういうこの僕ダウンはい、まあそうだよね、なんかダウンロード強なんで、まあ、ガチャ引くときとかに右下にこのローディングが長ければ長いほど出るんじゃねみたいな。まあ安定の SR 祭り、ヨモさん
これ右下が SR だってヨモさんビンゴしそうだったな。はい、あ、そうそう、ほんでこの今回は300万ダウンロード、全世界だ300万ダウンロード記念ということで、武器評価交換チケット SR か、 SR が10枚もらえるんですね。まあこれ多分ステップごとにもらえるのかな。じゃあ SSR になったりするんでしょうか。あ、後ほど、後々ね、ステップ7ぐらいまでいくと、ということでですね、今回ウリエクキ好きな方は、本当ウリエ好きな、ウリエファンの方かなり多いと思うんでね、引く方多いんじゃないでしょうか。非常に強いキャラ。ただですね、やっぱ僕は死神ハイセが本当にもう最近の中では壊れすぎて、あいつを超えるやつがなかなか出てこないんじゃないかなとか思ってたりするんですよね。まあ、避けるの、避けてガードするのがマジで強くて、まあ、使ってる方わかるでしょ、本当にあいつおかしいでしょ、うん、あの確定で引けたっていうのもおかしいしね。まあ、ハイセ出た時はまあぜひみんなそっちの方優先して引いた方がいいんじゃないかなと思います。はい、売り引く方頑張ってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では本日のイラストコーナーです、どうぞ。